吉谷宗男は、日本の政治家、司会士、栃木県議会議員を6期、足利市長を2期務めた。1954年3月、東京医科史科大学史学部卒業。1959年、医学博士となる。博士論文は、タイの派の組織発生学的研究。1979年4月、栃木県議会議員選挙で、県議会議員に初当選。 2001年5月まで県議会議員を6期務め、この間、1992年3月から1993年3月まで県議会副議長を、1995年5月から1996年3月まで県議会議長を務めた。県議時代は自由民主党に所属。1994年12月27日、旧日本新党の茂木ギト衆議院議員が、 自民党足利支部に入党願いを提出。これに反発した自民党県議を中心にごく暫定支部長の吉谷を次の衆議院議員総選挙に擁立する動きがあり、吉谷自身も出馬に含みを残していた。1995年1月11日、吉谷は衆院選不出馬の意向を表明した。2001年3月19日、足利市長、早川和夫が 任期途中で死去。市長死去に伴う市長選挙は同年5月13日を行われた。吉谷は県議会議員を辞職して無所属で立候補し、元市議会議員の大豆育多美を破り市長に初当選を果たす。2005年4月24日に行われた足利市長選挙でも大豆育多を破り再選。市長在任中には、 企業誘致や医療拠点の整備に取り組んだ。また、栃木県市長会長なども務めた。2009年4月26日の足利市長選挙には立候補せず、同年5月12日に任期満了で市長を退任した。なお、この時の市長選挙では、元同士副市長が自民党、公明党の推薦を得て立候補したものの、大豆育多に大差で敗れている。 この年、朝日中受賞を受賞している。2012年1月8日午前5時、旅行先の長崎市内で、心筋梗塞のため死去した。81歳没。ありがとうございます。